百秒でわかる名作劇場。あのね、聞いてくれない？どうしたの？あのね、昨日家にね、すごい美味しそうなお菓子あったの。うん。それね、僕が買ったやつじゃなかったの。うん。多分ね、お姉ちゃんが買ってきたおやつだったの。うん。食べちゃったんだよね。あっちゃー。ちょっとそこの君、そんな君にこんな話をお聞かせしよう。あなた誰？今の君にぴったりの名作があるんだよ。あなた誰なのってば。100秒でわかる名作劇場、柿山節。はじめ。山節と畑のおじさんの下克上コントです。山節というのは山で修行した霊能力者、結構身分が高い。畑のおじさんは普通の人。山節が修行から帰ってくるところから物語は始まります。修行で腹減った。あれは人の家の柿の木ではないか。一ついただくか。なんと木に登り柿を食い始めます。あむいあむい、うまいうまいと恍惚の表情を浮かべる山伏。しかしその一つが渋柿。ぐぎゃん、口の水分吸い取られると下に投げ捨てました。それがあろうことか畑のおじさんに直撃。いって、よう見たら山伏やないか。人の家の柿食いよって許さん。やっぱ畑のおじさんに見つかってしもうた。いかんいかん、隠れなくては。こそこそこちらから見えてないとでも思うか、哀れな山伏よ。下克上タイムスタート。おやおや、柿の木にカラスがいるようだな。カラスなら鳴くはずだけどな。あのやつめ、私にカラスのモノマネをしろだと？カラスじゃないなら撃ち殺そう。生きるか死ぬかの場面や。やる、俺やれる。こんな感じか。こかーこかー、キャッハ、結構おもろいな。じゃあ次行こう。柿の木にいるのはあれは猿かな、などと次々とお題を繰り出し山伏を困らせます。お題トンビの時でした。トンビなら飛ぶはずだけどな。さすがにそれは無理無理。飛ばないならやはり撃ち殺そう。飛ぶのか、俺飛ぶのか。頑張れ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 。よし、決めた決めた。えいっ、いてててててて、うん。おら、山伏さんやないですか。気まずい二人。よくも私を恥ずかしめてくれましたね。言うても、人んちの柿食うてたのは他ならぬあなた様やないすか。その話は置いといて、私は今木から落ちて怪我したんです。看病なさい。なんでや、嫌じゃ。看病しなさい、嫌じゃ、などとつばぜり合いが続きますが、もう帰りますからね、と畑のおじさんは放って家に帰ろうとします。仕方あるまい、ここで修行の成果を出すことにする。なんと霊能力を使って引き戻そうとします。クロエ、畑のおじさんは霊能力で引き戻されるのです。終わり。え、そこで終わり？そう、人の食べ物は勝手に食べない方がいいんだよ。はい。たとえお腹が空いていてもね。はい。大切なことはお話が教えてくれる。じゃあな。風のように過ぎ去ったね。僕、自分のおやつがお姉ちゃんに食べられていたら嫌だと思う。でも食べちゃった。うん、お姉ちゃんに謝んなきゃ。しっかり謝りな。お小遣いで同じお菓子買ってこよう。